ダムと環境ではダムが環境に及ぼす影響などを衝述する。ダムは自然環境を大規模かつ人為的に変更する機能を有するため環境に与える変化や影響も大きい。建設時点では把握、解明されていなかったことも多く、エジプトのアスワンダムなどに見られるように建設後に問題が発生することがある。ダムによる環境変化についてはダムに対する 社会的背景により客観的研究が極めて少ない。ダムの建設数が減少傾向にあることや流域の需要や必要性の変化により新たな維持管理手法が研究されつつあることを受け、ダムが引き起こす環境変化の研究への要望が高まってきている。ダムの貯水、放流によって河川の流況が大きく変動する。水量、水流の変化や 水質の変化が主な課題である。これらに対する管理者の対策も図られている。ダム湖に流入する土砂や有機物によりダム湖内で固有の水質の変化が起きる。ダム湖に流入する河川の水質とダムから放出される水質の変化はダムの形式や規模にも大きく左右される。ダムに蓄積された泥水はその水質を悪化させることもある。 一般的にはダムが作られるとそこに止まる水は濁るようになる。特に洪水地の濁水が洪水終了後もダム湖内に止まり沈殿しにくい。サイズの小さい岩有物が長期間ダム湖水中に漂うことで長期間ダム湖が濁る状態を濁水長期化現象と呼ぶ。湖水循環の作用や生物の生産作用も加わり、年間を通じて透明度の戻らないダム湖もある。 またダム庫内の水位変動が激しい場合、湖岸の植生が不安定になるために、湖岸での土砂生産もダム湖の水質に影響する。こうした複合的な要因で、ダム庫内の濁度が長期化する。特に見学する泥やデトリタスが多く含まれるようになるので、下流にかけてもこれらは、流れ、貸しの岩や歴は全て、泥を被った状態になる場合もある。 ダム湖の流入水と放流水の水質の際で顕著な違いが見られることが多いため、特に大規模なダム湖を持つダムの場合では長期化しやすい。このため、下流の利水に影響を及ぼさないような対策として、濁水を放流しないように上積み部分の湖水を選択的に取水し下流に放流する、いわゆる選択取水設備を備えるダムが多くなっている。 流水を大量に貯める機能を持つことや、放流口の場所により、流入前と後の水温に大きな変化が見られる。ダム湖内の水の循環作用によりコントロールすることは、極めて難しいが、施設増強や管理手法の改善などにより影響を緩和することも可能となっている。特に問題となるのが低温水の放流で、放流を行う際ダム湖内の深部より取水する。 場合に多く見られる。太陽光によって温められにくい水温の低い水が下流部に流れるため、季節変動とは異なる水温の変化が引き起こされる。そのまま放流すると特に稲への生育が阻害される、糖農業への影響が及ぶ。このため対策として現在ダム湖の表面部分、太陽光によって自然の水温になっている。 表層部の湖水を取水することによって下流への低水温被害を防止する表面取水施設を設置するダムが多くなっている。ダムと河川環境の影響を論じる場合、主に取り上げられるのは水量減少と流砂サイクルの寸断、漁業、河川生態系への影響がある。単一で挙げられる問題というよりは複数の要因が絡み合って発生するので簡単に解決できない。 こうした問題に対して、日本の場合、現在は、環境影響評価法による事前のアセスメントがダムを、はじめとする大規模公共事業については、義務付けられており、厳しいアセスメントが要求されている。一方、海外においては、より大規模な問題になりうる上、国際河川にダムが建設される場合には、周辺諸国との利害調整が発生することから、対処を誤ると、 国際問題に発展するケースも考慮される。いくつか例を挙げると、エジプトナイル川本川2970年、完成したアスワンハイダムは、長年流域を悩ませた水害とマラリアを撲滅することに成功、さらに安定した電力供給を実施したことにより、エジプトの発展に貢献した。ところが、ダムによってナイル川の流砂サイクルが断絶し、 下流に広がるナイルデルタの形成に多大な影響を及ぼしたとの報告がある。実際ナイルデルタの縮小が進んでおり、ダムとの因果関係が指摘されている。また、今後の環境問題が有料されているダム事業として、中国雲南省のメコン川本川に現在建設が進められている昭安ダムがある。 包み高292.0メートル、総貯水容量約151億トンという世界屈指のダムであり、2013年に完成した。これは、三峡ダムと同じく中国の国家プロジェクトである、静電闘争の一環として建設されており、認可出力420万キロワットの巨大水力発電所が稼働する予定である。だが、 このダム建設によってメコン川下流への流砂サイクルの断絶による肥沃な土地の減少、メコンデルタの縮小、流域の可視侵食が懸念されている。中国はダム建設によるメコン川の水量安定をメリットとして強調しているが、ダム建設を現在見合わせているメコン川流域諸国で結成されるメコン川委員会に加入しておらず、また詳細な情報公開を行っていない。 このため将来的な環境への影響は未知数であり、こうした観点からも懸念する声がある。河川環境の面からダムを批判する場合、取り上げられるのは彼側の問題である。ダムの貯水によって河川の正常な流況が阻害され、漁業や環境に悪影響を及ぼすというものである。発電専用ダムの場合ではそういった指摘は、ある程度正しく、高度経済成長期には、 電源開発が重視された結果、河川流水機能が著しく悪化した例は全国各地で見られた。発電用水利権を電力会社が保持していることから、流水の復活は絶望的であったが、1997年に河川法が改正され、環境保護思想の高まりを背景に河川環境維持が法の趣旨に加えられた。多目的ダムでは、 通常不特定利水としての河川維持用水目的を持ち、放水、渇水問わず常に一定量の水量を放流することで下流の河川環境の改善を図る目的を有しており、一定量の河川流量維持は目的の一環として行われている。多目的ダムの中には有明海や瀬戸内海に注ぐ河川のように、陶器渇水機に乗り養殖保全のため、 漁業共同組合の要請でダムの放流が行われる例もある。また、先日の発電専用ダムにおいても、後日の大井川や品野川のように、流域自治体の要請により放流量を増加するケースが増え、ダム自体にも維持放流設備を備えるものが多くなってきている。この場合、住民の要請を受けた河川管理者が電力会社に仲介、交渉することが多い。 大井川における河川環境改善詳細は、大井川、田代ダム、塩郷ダムを参照のこと発電ダムの取水によって、河川環境が損なわれる例は、品野川や熊野川等で見られたが、特に有名なのは、大井川水系である。1928年に、東京電力が、富士川水系への分水を目的に田代ダムを建設。戦後に入ると1950年代に、 中部電力によって、畑、堤第一ダム、畑、堤第二ダム、井川ダム、奥泉ダム、大井川ダム、塩号ダムが本川に、相次いで、建設、支流の須又川、笹間川等にも発電用ダムが建設され、これらのダムから一斉に発電用水が取水された、ことからかつては、箱根八里は、馬でもこすが、こすに越されぬ大井川とまで形容された急流。 大井川の水量は激減。塩号ダム下流では完全に水流が途絶し、さながら災の河原状態となった。1975年より静岡県は大井川の正常な流水復活を河川管理者である建設省中部地方建設局の仲介で中部電力、東京電力へ要請したが、取水量の減少は 売り上げ少に直結するために両電力会社は拒絶した。流域住民は大井川の清流復活を求め1987年に塩坊ダム直下流で中部電力に G 行動を行う東京港に流水の復活を求めた。こうしたことを背景に県は再度中部電力と交渉、ついに同年4月延長、大井川両ダムと須マ川流域のダムからの河川。 維持放流に同意。1990年には、塩放ダムの河川維持放流を特に農繁期に増量することで合意した。この間建設省によって、節素強化流に特定多目的ダムである長島ダムの建設が進められ、2001年に完成し、河川維持放流も強化された。最後に残った東京電力との交渉は、容易に妥結しなかったが、1九9七年の、 河川法改正で河川環境保持が目的の一つに挙げられ、周囲の状況から環境保護重視の方向に向かわざるを得ず、東京電力もついに2005年11月に県の要求する放流量に近い維持用水放流を田代ダムから行うことで合意した。中部電力、東京電力の両電力会社からすれば、 営業収入的には大損害であるが、環境保護と地元住民の理解なしでは、企業イメージの下落など、今後の円滑な事業遂行も困難になるとの判断によるものであった。こうした動きは、全国各地の電力会社でも起こっている。隅田川における河川環境改善反面、ダムによって河川環境が改善された例がある。 東京都を流れる隅田川はかつて想定競技が盛んで、明治天皇の天覧試合もあるほど盛り上がりを見せていた。だが、戦後の急速な人口増加は、隅田川の自然浄化機能を著しく超える水質汚染を招き、メタンガスの湧き出る河川となってしまった。1961年当時の隅田川の水質は、 POD が35から 40ppm であり、汚染の目安が午後10時であることを考慮すると汚染は、は,なはだしかった。このため、早計でがったが同年水質悪化を理由に中止となると、極めて深刻な状況となった。隅田川の水質改善を図るべく、東京都は下水道整備を促進したがこれだけでは、不完全であった。そこで建設省は、 東京の活水対策のために建設中であった、武蔵水路を隅田川の浄化用水にも利用した。具体的には、放水器に、利根川上流ダム群から放流された、不特定利水分の水量を、利根大関で取水。武蔵水路を経て、荒川に送水し、新岩淵水門で隅田川に利根川の浄水を放流。自然浄化の促進を図った。この結果、隅田川の水質は、 年次的に改善。1970年代後半には、BOD も午後8時まで改善し、総計レガッタも復活した。1992年には、神田川に、アユの素状が確認され、1997年には、BOD が4から午後5時まで改善した。ダム、石の連携と、下水道整備による河川環境改善の最たる例である。 ダム湖における大差の状況水流が緩いために、大量のデーサが堆積する。ダムは下水をせき止めるが、同時に上流からの流砂をもせき止める。こうした大差の問題はダムを建設する際の永遠の課題とも言える。ダムは100年経つと、砂に渦漏れて使えなくなるという意見がある。2002年11月18日付の朝日新聞では、44ダムで、 大差50%以上というセンセーショナルな記事が掲載された。やがて田中康夫元長野県知事による脱ダム宣言の有力論証となった。さらに2014年には全国のダム100カ所以上で大差による機能低下が会計検査院によって指摘された。ここでは日本のダム大佐の現状と対策について述べる。 ダム大佐の現状ダムの大佐を測るものとして、大佐率がある。大佐率が20%を超えると大佐が進行していることになる。水系別ダム大佐率で見てみると、中央構造線付近を流域に持つ天竜川、大井川、富士川において、水系内全ダム大佐率が30%を超えている。大佐率上位10ダムの大半は、この3水系で占められる。 他の河川ではどうかというと、全国109の一級水系において、ダム大差が30%以上進行している。水系は、前述三水系のほか、四万十川と中川の、慶護水系である。日本の主要水系では、木曽川水系が15%、品野川水系が8%であり、石狩川、北上川、利根川,川、淀川、吉野川、 筑後川では5%程度しか大差が進行していない。なお、廃砂事業を実施している黒部川水系では16%、川辺川ダムで問題となる熊川水系では7%である。ダム個別で大差進行状況を見ると、日本では先頭ダムの97%が最高である。将来的な大差状況を試算した場合、大差問題が 特に深刻な天竜泉水系では、佐久間ダムが無対策で放置した場合、約200年で貯水池が砂で満杯となる試算が出ている。天竜川水系や大井川水系等、中央構造線付近にあるダムは、地質的に土砂が流入しやすいため、多少に関かかわらずこの傾向がある。だが、同様の資産で大差の影響が少ない河川の場合、焼沢ダムで約2600年、 岩道ダムでは実に約70万年未対策で放置しないと貯水池が大差で満杯にはならないとされる。2019年10月の東日本台風の豪雨によって発生した石小屋湖の大差。宮ヶ瀬ダムの天和から2019年11月に撮影。一般にダム湖における大差は上流からの河川の平常時の流量では発生せず、豪雨等による急激な増水や、 流域内での崩壊、火山噴火といった急激な土砂生産に伴って発生する。2019年10月の例は元年東日本台風では宮ヶ瀬ダムの直下の副ダムである石高谷ダムにおいて右岸のしさで土石流が発生した。これにより急激な大差が発生した。ダム大差の弊害大差については、個々の水系の地形、地質、降水量、流水量、 地殻変動等多種の要素を勘案して議論しなければならないため、100年でダムが満杯と一律に語ることには語弊があり、誤解を招く。しかし、目的の遺憾を問わず、ダム湖流入部等の流速が弱まる場所で大差が進行すれば、局地的な川床上昇等により過失侵食や洪水をもたらす要因になるという指摘がある。安岡ダムでは、 上流の腰部側から流出する大量の土砂によって大差が進行。これにより1961年の梅雨前線豪雨による水害の要因になったとの指摘が今なおなされている。また近年地球温暖化に伴う集中豪雨は雨量の極地化、集中化と高雨量の極端な増加を招いているが、こうした気候変動などにより洪水時の大差流出量が 増加するという変化も起きている。治水ダム、多目的ダムにおいては、大佐は洪水調節機能の低下に直結するため、計画要領だけでなく対策費の期待も今後大きく変わる可能性もある。したがって、放置したままでは大佐に伴う戦術のような弊害が起こり得ることは疑いのない事実であり、近年の深刻な海岸侵食の一因に、 ダムが挙げられていることを考慮すると、猶予のない対策が要求される。ダム大佐の対策このように、大佐問題は古くから提起されていたが、以前は春節以外有効な除去方法がなく、技術的に大佐除去は不可能と言われていた。だが近年では、河川工学や土木技術の解明、進歩により有効な対策が実用化されてきている。天竜川水系では、 三輪ダムや佐久間ダムで廃砂バイパストンネルを設置、洪水時に土砂を含んだ河水を下流に迂回させることでダム湖大砂防止と流先の促進を図ろうとしている。2004年には三輪ダムにおいて廃砂トンネルが完成し、さらに深刻な大砂が進行している小渋ダムでも完成が間近である。黒部川水系では出し平ダム、 うなずきダムの連携廃砂が行われて、洪水時に下流に直接流砂させることで、同様の効果を図っている。現在建設が進められている一部の治水専用ダムでは、平常時は貯水せず、水門を開放し、通常の流橋を維持、増水時の未洪水を貯留し洪水調節を行い大差を防止する試みがある。このようなダムは穴空きダムと呼ばれ、 アスワ川ダムをはじめマスダ川ダム、縦のダム等で導入されている。このタダム湖上流に著作ダムを設置し定期的に土砂を除去したり、緑のダムとして植林を進めることで山腹からの土砂流出を抑制する試みが行われている。相模川水系では、相模ダム、城山ダムに溜まった土砂を直接採取し下流部の河原に運搬、洪水時に自然流下させることで、 湘南海岸のサス交代を防止する試みを始めている。ただし、長年固定に堆積した大佐は、ヘドロ化していたり、枯死した植物による硫化水素の発生等をダイレクトな硫化は環境に悪影響を及ぼす。実例として、戦術のダシダイラダム連携廃砂事業において、第1回廃砂後へ、泥が河川に堆積、固着し、黒部川、 と山湾への漁業被害が発生、廃砂被害訴訟も起きた。このため現在の大佐流下事業は、洪水地の自然流下を条件に実施し、漁業被害は起きていない。だが実施して日も浅く、環境に与える影響が未だ不確定の面があるため、今後も注意深く観察していく必要がある。荒瀬ダムのようなダム撤去も根本解決の一案ではあるが、 大佐処理対策が万全でないと、同様の被害を及ぼしかない。大佐が進行するからダム撤去ではなく、大佐を除去し、ダムをメンテナンスして、機能を維持する方が、リサイクル時代の現代においては、資源、財源保護の上で、合理的と言える。ただし、水循環とそれに付随する、流砂サイクルを考慮した場合、小手先の対策は問題を先延ばしにしているに、 過ぎないという意見もある。ダムの建設が生物症に与える影響は極めて広範囲に及ぶ。以下に主要なものを挙げる。ありがとうございます。